終わったな。あいつに勝てたのはあんたのおかげだ。ということで続きでやっていきましょう。エーデルガルト撃破。最後はクロード君が決めてくれましたね。理想的な結末はこうじゃなかった。俺だって、いや、もうやめよう。今はこの勝利を噛み締められるかな。手紙は預かってきたよ。帝国の将があんたに渡せって。帝国の将ってエーデルガルトじゃないのか。手紙、誰からだろう。差出人はヒューベルト。エーデルガルトの従者だったあいつか。なんか残してたのか。この手紙を貴殿が受け取ったということは、私は死に、きっと陛下も。我が主が他者に下るはずもありません。貴殿に命があるのが残念でなりませんよ。さて、生き残ったからには、貴殿には我らに代わって後始末をしてもらいたい。闇にうごめく不穏の者たちを打ち滅ぼさねばならないのです。帝国側と共闘していた奴らだな。エーデルガルトが炎帝と名乗っていた頃の近くの存在。一応死神騎士もそっちの勢力になるのか。モニカやトマシを覚えているでしょう。いたね。彼らの仲間は未だ残っています。しばらくほったらかしだったもんな、こいつら。女神の眷属と地上の人間全てに深い恨みを抱き、復讐の時を待っています。もしも捨ておけば、いずれ彼らは未曾有の災いをもたらす。それは確実です。貴殿らがメリセウス要塞を落とした際、私は彼らが発する窓を感知しました。そこから割り出した彼らの本拠、シャンバラの場所を別紙に記してあります。彼らは孫をことなきフォドラの仇。そのこと、夢夢を忘れなきように。最後に、大司教殿は宮城の隠し部屋にて健やかにとは言えませんが、お過ごしです。おお、無事か。一応手をかけてはいなかった。ではなぜかかくまっていたのか。隠し部屋の入り口はこの手紙を預けた者に伝えてあります。大丈夫？ちゃんと生きてる、その人。私は主の勝利を信じている。だが、信じた上で敗北した場合の策も講じる。貴様らが世を滑るというのであれば、この私の予想を超える働きをしてみせろ。それがエーデルガルト様への手向けであり、勝者の義務だ。ヒューベルト、熱いやつだな。なんて手紙を残して生き上がるんだ。俺が思っていた以上に凄まじい男だったな。あそこで散っていくときにそんなことを思ってたんか。レアさんは生きてる。だが俺たちの戦いはまだ終わらない。素早く決着をつけないとな。闇にうごめく者、そいつらを倒さなきゃフォドラに平穏は訪れないらしい。モニカやトマシュの仲間だよな。そういう連中がいることは分かってた。リシテアを使って血の実験をしていたのもそいつらと考えて間違いないだろう。光の杭で要塞をぶっ壊したのも、確かに帝国側でもないし、勢力としてはそいつらしかないか、あの光の杭は。しかし、そいつらが恨んでるっていう女神の眷属ってのは何のことだ。女神の眷属、聖人か。たく、情報が少なすぎるぜ。嫌がらせじゃないだろうな、ヒューベルトの野郎。手紙なんか書くくらいなら戦う前に伝えとけよ。そうだな、レアが生きてたってことが分かったし、聞いてみなくちゃな。ああ、そうだな。まだこの手紙が本当かもわからない。すぐに確かめに行こう。おお、あ
なたが私を迎えに来てくれるなんて。再会。でもちょっとやつれてますね。装飾がないとすごいすっきりした印象ですが。夢ではないのですね。会いたかった、ずっとあなたに。クロード、あなたもすっかり頼もしい青年に成長したようですね。レアさんはあんま変わってないな。ちょっとやつれてる以外は。この子を支え私を救い出してくれたこと感謝します。だがまあ聞きたいことがいっぱいあるからな。あなたたちにはきっと主の加護が。待ってください、レアさん。その主ってのは女神様のことですよね。じゃあ女神の眷属ってのはご存知で。眷属、何のことです。失礼。実は帝国のやつからいろいろと託されちまいましてね。辛い監禁生活から解放されて早々、あれこれ質問するのは心苦しいんですが、俺たちはこれから闇にうごめく者ってのを打ちに行かなきゃならない。彼らのことはご存知ですか。闇にうごめく者。彼らは女神の眷属と地上の人間を恨み、とんでもないことを企んでいるとか。何したいんだろうな。レアさんはその辺知ってるのだろうか。連中は血を使った恐ろしい術を使い、光の杭を落として要塞すら潰せる。思い当たることがあるなら教えてください。少しでも敵のことを知っておきたい。なんか怖い雰囲気。フォドラが滅ぶかどうかの瀬戸際なんだ。いい加減に隠し事はやめてくれないか。古の時代より闇にうごめきフォドラの安寧を脅かす者たちがいたことは確かです。昔ネメシスという男がいたことは知っていますね。その話に来るか。オープニングのやつですね。天帝の剣の使い手だよな。解放王ネメシス、女神より天帝の剣を授かった英雄でしょう。ネメシスはもともとは盗賊の首領、聖母を暴き神祖の亡骸を奪いました。しばらく後ネメシスがザナドに現れた時、その手にはすでに天帝の剣がありました。ザナド、あれ赤北にザナドだったっけ。天帝の剣を神話じゃ邪神と戦うために女神様から授かったってことになってたな。神祖の亡骸を奪っていって天帝の剣を持っていたってことはそういうことなんじゃないの。ネメシスがどうやって剣を手に入れ、違うのか、なぜザナドに現れたのかは分かりません。ですが彼はその剣でザナドの民を、神祖の眷属たちを虐殺しました。そして彼らの亡骸によってさらなる力を得、フォドラを戦乱に陥れたのです。何がしたかったんかわからんとな。ただの暴れん坊だけど。待ってくれ、俺たちが知っている神話の中のネメシスとは随分違うぞ。ですが盗賊風情のネメシスにそんな大それたことはできないはず。そうか、ネメシスには協力者がいたんだ。一人やったんじゃない。その協力者こそが闇にうごめく者たち。奴らはネメシスを利用したんだ。そして今度は帝国軍を使ってフォドラを再び戦乱に陥れようと。だがネメシスの話は千年近く前の話なんじゃ。ようやく理解できてきた。エーデルガルトがなんであいつらとつるんでいたのかも。なんで？ちょっといまいちピンとこなんか。帝国とそいつらはお互いにお互いを利用しようとしていたんだな。ああ、だから闇にうごめく者たちを利用してエーデルガルトは統一を図ろうとして、闇にうごめく者たちは帝国を利用してその眷属たちを打ち滅ぼそうとしていたってことか。レアさん、あんたには聞きたいことがまだ山ほど残ってますが、今日はやめときます。監禁生活で体も弱っているでしょう。しばらくは休んでいてください。兄弟、俺たちは戦いの準備だ。さっさとシャンバラを叩かないとな。せやな、ゆっくり休みたいわ。ひとまず血塗られた歴史を
赤き谷の惨劇を繰り返させてはなりません。ああ、そういや、女神の眷属についてレアさんから答えをもらいそびれたな。結局何者なんでしょうね。ザナドの民、しっか運じゃないの。赤き谷ザナドの民は神祖の眷属だって言ってたから、そういうことになるか。神祖と女神が同一ならそういうこと。だが赤き谷の惨劇の後も闇の連中の復讐は続いている。つまりは女神の眷属の生き残りか、あるいはその末裔がいるんじゃないか。レアかも、自分かな。このタイミングで俺かなっていうのはなんかちょっとのんきさんじゃないの。どうだろうな、眷属とは違う気がするが。だがソティスと一体化してこの姿だからな、無関係とは言えんよな。そもそも眷属ってのはどういうことだ。女神に連なる一族がいるってことなのか。おっと、また思考の底なし沼にどっぷり沈んじまうところだった。うん、やれやれ、ようやく帝国を倒したってのに、俺が見たい景色はいつ見られるやら。景色な。俺の望みは前に話しただろ、フォドラの中と外を分かつ壁をぶっ壊したいって。俺が見たい景色ってのはその先にある。つっても別になんてことない景色さ。町に人々が集い共に暮らしている。笑ったり喧嘩したりしながらな。だがそこに住んでいるのはフォドラの民だけじゃない。ダグザやブリギットから来たやつもいるし、ダスカーやスレン出身のやつもいる。パルミラで生まれたやつもいれば、さらに東方の国で生まれたやつらも、いろんなやつらがごちゃ混ぜになって普通に暮らしている。そういう景色だ。うん、ただそれだけだってのに遠いよな。さて、愚痴ってる場合じゃなかったな。とにかく今はシャンバラ攻略だ。急いで仲間を呼び集めようぜ。クロード、じゃあ何かい。そいつらを放っとくとフォドラが滅ぼされるってのかい。さあ、もしかしてこっから怒涛の進軍ってわけですかい。しかもその地図が本当なら、そいつらの本拠ってうちの領地のすぐ南なんですけど。ええ、ゴネリル家の近く。だが心当たりはあるよな。ジェラルトさんを殺したモニカや職場のトマシに化けてたじいさんがいただろう。いましたね。あいつらも仲間だ。遠征や死神騎士は奴らの駒に過ぎなかったんだ。私の体を使って血の実験をしていたのも。ああ、奴らは趣味の悪いことに血を使った秘術が大好きらしい。血を使って何をしてるのかいまいちよく分かってないけど、紋章石の話なのかな。本当趣味悪い。絶対友達にはなれなそう。メリセウス要塞を破壊したあの光の杭も奴らの仕業だと思う。ちょっと坊や、そんなとんでもない連中に勝てるのかい。わからないが、やるしかないだろう。勝者の務め、ヒューベルトの言っていたことだな。エーデルガルトちゃんに代わって私たちがやらなきゃダメってことか。奴らは帝国軍を使ってフォドラを戦乱に陥れようとしていたが、その目は摘んだ。あとは根っこを引っこ抜くだけだ。俺たちならやれるさ。よし、どれぐらい準備ができるのかがすごく気になるんですけど。セーブポイントか。おお、新しい章か。水風の章、正解の説、光の届かぬ都。エーデルガルトを討ち帝国に勝利した同盟軍、直後帝国の裏で暗躍していた者たちの存在が明らかとなる。放置すればフォドラに災いが及ぶという。クロードは勝利に浮かれる将兵を再び招集し、敵の本拠シャンバラを目指すこととなった。
ということで、正解の説はまたガルグマークに戻ってきたのか。しかし妙だな。なんかあるかい？クロード、どうしたんだ？光の杭のことだよ。ああ。メリセウスではあれで俺たちを殺そうとしたよな。でもこちらの軍が撤退してから打ち込んでたよね。じゃあなんでガルグマークにあれを落とさないんだ？ああ、そういえばそうだな。俺たちがここにいることくらいとっくに知っていそうなもんだが。ここには撃てない理由でもあんのか。それとも俺たちを撃つためにあの光の杭を撃っているわけではないのか。それは落とさないのではなく落とせないのです。いつもの姿になりましたね。おっと、レアさん、体調はいかがです？そうだよな、救出したからもういるんだよな。大丈夫です。フォドラの危機に際していつまでも寝ているわけにはいきません。これから参戦してくれるのかな。それでここに光の杭が落とせないってのは。かつてこの大修道院にも光の塊が落ちてきたことがありました。やべえじゃん。ですがその光は上空でにわかに軌道を変え、大修道院ではなくアリルに。アリルってどこだっけ？煉獄の谷、アリル。ああ、あれか。光の杭の爪痕だったのか。ジュディットさんたちと合流したところか。聖母は神祖永眠の地であると同時に覇者の力を宿す巨大な神器。神祖はジャナル光より眷属を守るため自らの手で聖母を築いたのだそうです。じゃあ大昔からそういう歴史があったってこと？巨大なシェルターか、ここは。それで女神の眷属たちは修道院に近いザナドに寄り集まって暮らしていた。ん？だが俺たちは修道院からだいぶ離れた戦場で何度も戦ってきた。うん。なのに光の杭が落ちてきたのはメリセウス要塞だけ。ヒューベルトの手紙には要塞陥落時に窓を感知したって書いてあったよね。ありましたね。つまりは奴らが光の杭を使ったことでヒューベルトは拠点を突き止められたんだ。おお、そういう仕事をしていたのか。じゃあ拠点を知られたくなかったから今までは使わなかったってこと？にしても撃つタイミングなんていくらでもあったような気がするけどな。とにかく奴らにとって光の杭ってのは気軽に使えない虎の子なんだろうさ。そして確実に俺たちを仕留められそうなメリセウスでついに使う決断をしたってことでいいのか。なんかあの死神騎士の言動を見るとちょっとそれも違う気がするけどな。ところが死神騎士の気まぐれで俺たちは死なずに済んだわけだな。じゃあ死神騎士はなんだろうな、ちょっと目的が違うのか。でその後はまだ光の杭は落ちてきていない。うん。敵さんは拠点を知られたことにまだ気づいていないのかもしれないね。まあ確かにな。仮にヒューベルトに気づかれていたとしても、気づかれているって知っていたとしてもヒューベルトもう死んでるしなって思ってるかもしれない。であれば奴らは油断してるかもな。奇襲するには好条件だ。私も共に行きましょう。おお、来るか、レア様。いくらなんでもそれは危険だ。長い監禁生活で体力も落ちているだろう。彼らは古より我らに敵対してきました。確かめたいのです、彼らの正体を。ほう。ところでセデスさんとレアさんの関係って何なんだろうな、結局。わかった、ならば止めはしないが、くれぐれも無理はしないでくれ。相手は得体の知れない連中だ。レアさんが一緒なら俺たちも心強い。うん、レアさんはめっちゃ強いからな。次に奴らが何か仕掛けてくる前にシャンバラを叩いてやる。さあ、これで準備をしっかり整えていけというわけですね。支援情報とか見られますか？あれ？でもレアさんいないな。まあ、とりあえずいろいろな支援が増えてますね。名簿に増えてたりはしないかな？しないですね。まあお助けキャラとして入ってくれるのかもしれないし、これから仲間として入ってくれるのかもしれませんが、
とりあえず今はいないという感じで、しっかりと準備を整えていけというわけですね。さてでは日が明けましたが、続きでやっていきましょう。青海の説に変わったばかりなので、まずは散策からいきましょうか。しかしあんまり変わってないですね。もうこの辺まで来ると新しいクエストが出てきたりはしないのかな。夏くんにお任せしよっかな。レオニーやれるかな、レベル高いし。夏くんちょっとレベル足りないからな。レオニーにちょっとやってもらおうか。最近少し火力不足を感じているレオニーさんに。あら、追撃出ない。剣技能外しちゃったのが一体かこれ。まあ体力はそこそこあるけど、だが必殺こんな食らうか。さすがアサシンといったところか。こちらが必殺出ないというのも辛いな。やっぱこれ技能レベルがないとダメージが足らんくなるな。よく言えば剣の達人くらい欲しいわ。ダメか。ちなみにイグナーツだとどうなるんだろう。ピッタフというか強いのばっかだな。まあ、試しにねやってみようか。散策行動力だいぶ増えたんでいろいろできそう。あれ、ラファエル君、出撃の準備をしとけって言われても。それでいいよ。食うのも鍛えるのも。ラファエル君はもっと筋肉をいじめておいてください。交渉をちょっと教えてもらおうかな。バックブロー、身についてきたようだ。いいね、よし。まあもう散策はほとんど高度教練のお話を聞くとか、あとは舞踏大会で成果を上げるとか、そのぐらいだけでしょうから、今後はだいぶゆるっとやっていくような感じになるのかな。では今週の指導、あ、間違えた、しまった。目標設定を確認しようと思ったら間違えてしまった。何でしょう。バルミラもホドラもそんなに変わらない気がするんだけど。うん、俺もそう思うよ。全然違うとこだと思っている。未知の場所への潜入感じゃないかな。僕にも分かりました。お、まあちょっとやる気マックスなんであんまり効果はないかもしれないが、いい答えだったのかもしれないね。大人たちの作戦会議ってなんかいい感じですね。仕事だ。おう。私で悪くないのでは。しかし一周無駄にしてしまったのはもったいないな。もっと工夫できそうだな。お、弓術レベル5、いいんじゃない。よし。そうだよな、戦技とか覚える可能性もあるし、その点でいろいろ試したいところか。セイセスリーンの日か。こういう日に一番大事なフレンがいないんだよな。美しい歌声を響かせればこの不協和音。美しい歌声じゃなかったんですかね。進行レベル1、おお、ハンネマンさんか。さてと、では今週は何しよっかな。もう散策はいいかな。なんか節の初めにやっても多分新しいことそんなに増えないっぽいんですよね。資格試験でちょっと大切な黒魔術と白魔術両方使える人がいなくなってしまったので、グレモリーの枠をちょっとマリアンヌにもお任せしたいということがある。移動力増やしたいというのもありますし、なのでマリアンヌの理学の場所をより一層ご検証していただかなくてはいけないという感じがとてもします。なので今週でマリアンヌの理学を伸ばしたい、そういった方針でやっていこうかと思います。お願いします、ハンネマンさん。ハンネマンさんは理学のプロですから。
もう本当に猿でも分かるレベルで理学を教えてくれるに違いないと僕は信じています。だがまあ元々の低い弓とかの方が上がりますね。これを使えたら、これをうまく応用できれば。レオニーの理学はな、さすがに使わないと思いますけど、これ間違えてさっきのになるぐらいだったらお任せってしておいた方が良かったんですね。あ、何、お任せでマリアンヌが選ばれていないだと。そうか、そういう弊害もあるんだな。指導行動力も増えたとは言っても全員分ではないですからね。見ろ。おう。お、マリアンヌが牙得意になって、そうか、ホーリーナイトも一応目指せるっていう話だったんだよな。でもどちらにしろ理学はいるんじゃないか。これを使えたら。マリアンヌさん、まあ B くらいになったらグレモリー受けても一応合格できるかもぐらいにいくかもしれないかな。こう見えて努力はしてる。なるほど。さてと、じゃあ今週も理学勉強会に行きましょうか。理学式とかだったら完璧なんだけど、いないんだよな、そういう人は。これ生徒の得意は、これあれか、職業によって決まってる感じなのかな。だからリシティアの今の職業が理学と信仰を上げてくれるみたいな講習内容になっているだけで、なのか、それともキャラクターごとに違うのか。育て方を変えれば理学と士気を上げてくれる講習会を開いてくれるねえ、誰かが誕生するかもしれないっていうことなのかな。さあ、マリアンヌの理学もうちょい、やる気もしっかり上がって、ちょっと今回は自分でやっとくか。キバ A まで行ったら、マリアンヌのキバもう行っちゃいいのかな。カスタムで理学1本にしておきましょうか。これで間に合うかどうかを実験していきたいかな。ハンネマンさんの弓もういらなくないか。こっちも理学1本にしよう。シャミヤさん馬術1本でボーナイトになれるかどうかのせめぎ合いですね。他はまあこんなもんかな。よし、では個別指導をやってみましょう。マリアンヌ理学、お、いきなりパーフェクト、いいね。 B になってシェイバー。さあ、でも B プラスくらいは欲しいですね。あとはセッテスさん、槍をがっつり伸ばしてもらいましょう。槍の技能がべらぼうに高いおかげで、ちょっと質の低い鉄の槍とかでも火力を出せていたからね、できる限り上げていってもらいたい。クロード君はうちの大エースですから、弓をしっかり伸ばしてもらって。レオニーの槍が A プラじゃなかったんだな、よく見たら。これからちょっと伸ばしておきましょうかね。シャーミーヤさんは弓で、あとはリシティアだけなのでこれでいいでしょう。さあ、今節の24日は誰の誕生日だったかな。今の陣営の人たちか。あ、そうか、クロードね。お茶会になっちゃった。おお、何この悩ましげなポージング、かっこいいじゃないか。クロード君はどちらかといえば北方の方の生まれなのかい。ハーブティー。部屋に呼んでくれるとは嬉しいね。あ、先生のお部屋でやってんの、お茶会。ありがたいね。しかし声がだいぶ若返ってますね。うまいよ。
なかなか豪華なティーセットですね。お話をしましょうか。何がいいかな。これだ。おお、やっぱ素直が一番ですね、黒毒に対しては。中庭にいる二人、収穫を忘れる。こっちはどうだい。やっぱこちらから歩み寄るアクションに関してすごく喜んでくれる感じかな。おお。しかし、あんたも表情が豊かになったよな。そうかい。出会った頃とは大違いだよ。照れますな。大いに盛り上がっていく。まあこれ以上クロード君との仲が深まることもないですけど、ちょっと見つめておこうか。こちら、わあ、流し目、真正面。いくら眺めたところで俺の腹の中は見えてこないと思うぜ。そうなの。あったまるね。あったまる ET だ。おお、なんかこだわりを感じますねこれ。わーん、何、頬染めだよ。そうか、そうか、頬染めていく。あらら、わー、手振ってくれてるし。なるほどね。おっと、長居しちまったな。これはぜひいろんなキャラクターで試してあげても欲しいところですね。これで一気に仲良くなりますし、いろんなお得感がありますね。さーてと、この二人は仲良くならないもんな。シャミヤさん、もうちょい B プラスですね。ここの指導で上がるかな。どうかな。お、いった、 B プラス。分かって。シャミヤさん、ちょっと資格試験を受けてもいいかもしれない。シャミヤさん、あ、でも20丸ついてないということはどんぐらい、パーセント的には。あら、 95%。 資格試験持ってないだけか。 95% だったらもう良くない。これはちょっとシャミヤさん変えときましょうか。ショップ行って、とりあえずまず売りから行こうか。お金が足らない。能力アップ系のアイテムすんげたくさんありますけどね。これ全部使ったら相当なすごいキャラクターが爆誕することでしょう。ただ、それに頼っていると、もうそのキャラクター死ななくねみたいな、そういう緊張感のないプレイになりがちですから、お好みで調整するのがいいでしょう。今のお好みとしては使わない方がいいかなっていう感じです。まあ、ほとんど使わなくてもどうとでもなる難易度ですし、まあ何人か死んではいますけど、とはいえですよ、やらなきゃ困るっていうほどではないですから。よし、ではボナイトにしてみましょう。これは外さんでしょう。ステータス微妙に下がってますけど大丈夫、最終的に上がりますから。さあ、シャミヤさん、ナイス合格ですよ。馬に乗る資格を得ました。嬉しい結果だな。ありがとうございます。まあ、最上級職になれば、仮にボーナイトで馬から降りて運用してもそれなりにいろいろできるんじゃないかな。力33、技45、幸運31とかな。いろいろとすごいステータスをしていますね。あとは誰がいいかな。そう、ヒルダのドラマスは 90% か。これやっていいんじゃないか。90% は外さんやろって前言ったばっかりなんだけど。いや、言っとけ。いけ、ヒルダ。お前ならドラゴンマスターになれる。俺は信じているよ。OK。大丈夫だよね。よーし。ちょっといいドラゴンになったのかな？サラブレッドになったかな？ちょっとボーナス入って。さすがヒルダちゃん。やりよりますね。ドラゴンナイトとドラゴンマスターの違いってあんまりないでしょうし、純粋な強化と見ていいと思うので、これは嬉しい感じ。
で、ちょっと最上級試験パスがちょっと足りなくなりましたけど、操術か、ホーリーナイト。でも C 以上だったらすぐ上げられますね。この辺を上げておけば、すぐになりたいと思った時に操術を後から上げるのは楽そうですね。ただグレモリーかな、牙はこれ以上別にいいやっていう気もする。魔力魔防とか下がっちゃいますしね。速さが大きく下がるのは痛いか。せっかく緩やかにだけど順調に伸びていましたし、何よりね、この辺の白魔法回数 ×2 とかこの辺りも強いですから、グレモリーを相変わらず目指していきたい。しかし大人マリランヌは本当にグレモリーの格好すごい似合うな。雰囲気ありますね。で、他の最上級職は特にないので、講習を受けて終わっておこうかな。あ、違う、これを終わったら次イベント発生してしまうので、一旦区切って次回講習から再開してやっていきましょう。はい、ということで一旦区切ります。ありがとうございました。